はい、建前は永遠の18歳ですが、実はアラフォー元バイク屋のフォアグラさん、略してバイアグラさんです。こんにちは。さて、バイク乗りにとっての永遠の心配事といえば盗難ですよね。今こうして動画を見てる間も不安で不安でドキがムネムネしている人も多いんじゃないでしょうか。今日はそんな盗難対策に関する内容です。バイクを買ったばかりの人からベテランライダーの方までお役に立てる内容となってますんで、ぜひ最後までご覧になってください。それでは今回の内容です。まず代表的なバイク窃盗の手口を解説します。そしてそのような手口を踏まえた上で、どのような対策がおすすめなのかをお伝えします。最後の章ではロックをはじめとした盗難防止装置について解説をしていきますんで、最後までお付き合いください。それでは早速解説に入っていきましょう。はい、ではまずバイクの窃盗について解説をしましょう。大きく分けて素人とプロの2種類に大別されます。素人とはいわゆるヤンキーであることが多いですね。自分たちが乗り回したいがために盗んだり、盗むこと自体を楽しんでいる未成年といったイメージです。目先にあるバイクを突発的に盗んだり、計画的な窃盗だとしても対策をしていれば大概被害を防ぐことはできます。しかし本当に厄介なのはプロによる犯行。バラバラにして海外に輸出したり、オークションで裁かれてしまうこともあります。どんな盗難対策をとっていても完全に防ぎきることは難しく、一度運ばれてしまったら取り戻すことはとても困難です。ではまずヤンキーの手口から解説をしていきますが、彼らは突発的な犯行も多く、ホームセンターなどで簡単に手に入る工具なんかが使われます。現代のバイクのうち、ある程度高額な車種ではイモビライザーが装着されているんで、突発的な犯行はある程度防げると思います。イモビライザーというのはキーと車体側とで ID の照合を行って初めてエンジンがかかるというものですね。例えばイモビライザー対応のキーを複製したとしても、その ID が埋め込まれている純正のキーじゃないとエンジンはかからないんですね。つまりホームセンターやイオンの中の鍵屋さんで複製したキーでは、鍵自体を回すことはできてもエンジンがかからないんです。ですので盗む側からすると、イモビカッターと呼ばれるイモビライザーの解除装置が必要になるんで、準備が必要です。以上のことから突発的な犯行に対してはある程度効果があると思います。しかし厄介なのはプロの窃盗団によるもの。彼らの多くはもともと目星をつけていて、そのバイクのオーナーが家にいる時間やどのくらいの頻度でバイクに乗っているかといったことをチェックしています。有名なところでは、このバイク何万円で買い取らせてくださいっていったタグをつける作業ですね。このタグをつけること自体は窃盗行為ではありませんし、細かいことを言えば住居侵入などは問えるかもしれませんけれども、実際のところそれを理由に罰することは難しいでしょう。このタグをつけておき、また数日後にそのタグがまだついていれば、そのバイクのオーナーさんはその間バイクに乗っていないと判断できますからね。また今はタグなんかつけなくても、駐車してある様子をスマホでパッと撮影するだけでも乗ってるかどうかくらいは分かりますからね。ちょっとした角度や場所の変化、バイクカバーのかけ方、ホコリのかぶり方でも分かってしまいます。つまりあまり放置しすぎない方がいいということです。そして犯行当日は多くの場合複数人で来て、役割分担をして短時間でバイクを持ち去ってしまいます。 YouTube でもその犯行の瞬間を収めた動画がアップされてますんで、この動画の概要欄にリンクを貼っておきます。結構衝撃的なんで、ぜひ後ほどご覧になってください。では次の章では、これらの手口を踏まえた上でどのような防御策が有効なのかを考えていきましょう。はい、この章ではどのようにすれば盗難を防げるかということを考えていきましょう。まずはヤンキーによる犯行。先ほど言ったようにイモビライザーがついている車両は盗まれるリスクはかなり下げられると思います。しかし盗まれはしなかったとしても、逆恨みされて倒されたり傷つけられたりする可能性はありますよね。一番大事なことは、そもそも目立たせないということです。車庫がある人は車庫にしまい、外に置かざるを得ない人はきちんとカバーをかけましょう。見せない、車種を特定させない、興味を持たせないということが基本です。特にヤンキーが好む昔の Z やゼファー、 CBX、 中型ネイキッドの多くはその姿を必ず隠しましょう。これらの車種はイモビライザーが装着される前の時代のものですから、狙われてしまうと盗まれる可能性も高いです。そしてヤンキーに盗まれた場合、プロに盗まれるよりは見つかる確率は高いんですけれども、だいたい変わり果てた姿で発見されることになります。鍵穴は破壊され、スプレーで
で汚らしく塗られ、恥ずかしい改造をされて、最悪川の中に沈められたりすることもあります。はっきり言って見つからない方が幸せだったって思うことも少なくありません。ただし彼らはプロの窃盗団のような技術や道具を持っているわけではありませんので、カバーで目隠しをする、ワイヤーロックをかける、ブレーキロックやディスクロックをかけるなどの対策をすることで大体防ぐことはできると思います。そんな面倒なロックがついている車両だったら、もっと簡単に盗むことができそうな他の車両を狙いますからね。まずは目立たせないこと。そして目をつけられたとしても自分のバイクは面倒なバイクという認識を持たせましょう。そして難しいのがプロの窃盗団。しかしできる対策っていうのは基本的に同じなんです。やはり目立たせないということ。そして先ほどのショーでも言いましたが、もし買い取りのタグなんかがついてたら即外してください。ただそれでも狙われるときは狙われるでしょう。その場合どうやって防ぐかというと、無理です。彼らの中にはバイク屋風のつなぎを着て白昼堂々クレーンで釣って持って行ってしまう連中もいるくらいです。こんなことをされては誰にも疑われず作業できますし、対策の取りようもありません。車庫に入れていてもシャッターを破壊されますし、ガードレールなんかの建造物とロックしても車輪ごと外されて持っていかれてしまいます。その確率を減らすにはやはり目立たせないこと、車種を特定させないこと、そして少しでも面倒くさいと思わせるためにロックをたくさんつけることも結局一緒なんですね。他の手段としてよく GPS をつけたらいいっていう人もいますけれども、正直大して役には立たないと思います。プロはそのくらいマークしてますんで簡単に外されてしまいますからね。取り付ける場所なんてのはだいたい決まってシート下です。それに月額使用料もかかってしまいます。この中でも特に高額なプランでは民間の警備会社が現場急行してくれるっていうサービスもありますけれども、出動ごとに高額な費用が発生しますし、現場に行ってくれるのは逮捕の権限を持つ警察官ではなく警備会社の警備員ですからね。アラームなんかも無駄です。ピーピー鳴ってもつなぎを着た作業員がクレーンで釣ってたら誰も通報なんてしてくれません。先日のヤンキー相手だったら効果は期待できるかもしれませんけどね。また振動検知型のアラームは感度の設定も難しくて、台風が来るたびにピーピー鳴っていたらたまりませんからね。正直自分は経験上あまり使えないと思ってます。では最後に元バイク屋の視点でどのような盗難対策グッズがおすすめなのかをお伝えします。はい、じゃあどんな対策をすればいいのかというと、くどいようですがまずは目立たせないこと、当然バイクカバーですね。以前バイクカバーの選び方を解説した動画をアップしてますんで、ぜひそちらをご覧になってください。おすすめは1万円も2万円もするバイクカバーではなく、4000円台でも十分に高品質な中華バイクカバーがあるんで、そちらをこの動画の概要欄に載せておきます。そしてロック、特にワイヤーロックは2000円程度のものからチェーンを使った10万円以上のものまでピンキリです。ただ自分は4、5000円程度のロックでも通常は十分じゃないかなと思ってます。先ほども言ったようにクレーンで吊られてしまったり車輪を外されてしまったら、どんなに高価で頑丈なロックをつけていても無意味です。何万円もロックに費用を投じるくらいだったら、盗まれた場合を想定してそのお金で盗難保険に入ることをお勧めします。レッドバロンでバイクを買った人はレッドバロンで加入すればいいと思いますが、そうでない人は今からでも加入できるずっとライドの保険がいいと思います。特にずっとライドの保険は盗まれた後に車両が見つかった場合、鍵穴の修理費用なんかも保証してくれるのがいいと思いますね。このずっとライドのリンクも概要欄に貼っておきますんで、興味があれば申し込んでみてください。費用と保証内容を確認していただければ、数万円のロックを買うよりもよほど現実的でメリットがあるということをご理解いただけるかと思います。そしてこのようなチェーンやワイヤーのロックだけでなく、おすすめしたいのがブレーキのディスクロックとブレーキのレバーロックの2つ。この2つは2000円程度からと低価格なだけでなく、盗難抑止効果も非常に高く、コンパクトなんで出先にも持っていきやすいというメリットがあります。スーパースポーツのシート下にも入ってしまうくらいのサイズなんで、常に入れておいて出先のちょっとした止めておく間にも使えて安心ですね。ワイヤーロックは大きいんで、あくまで自宅用っていう感じですよね。まずディスクロックですが、これはディスクブレーキの穴にピンでロックするものですね。これがついていれば車輪を回そうとしてもブレーキキャリパーにぶつかってしまうんで回りません。ただし気をつけてほしいのが、このロックをつけたことを忘れてしまい、うっかり押してしまって自身が転倒してしまったりブレーキを破損させてしまうというリスクがあるということ。リマインダーというコイル状のケーブルが付属するものもあり、それを使えば外し忘れを防げるんですが、面倒になって使わなくなってしまうという人も少なくありません。おすすめしたいのはブレーキレバーのロック。これも非常にコンパクトで価格も2000円程度です。
これはハンドルのグリップに固定して使うんですけれども、右手側のフロントブレーキを引いた状態にして固定するんですね。ですので常にブレーキがかかっている状態になり、車両を動かすことができなくなります。もちろんいずれもクレーンで吊ってしまったり、ブレーキを破壊されてしまってはどうしようもないんですが、計画されたプロの犯行でもない限りは抑止できるはずです。ですのでフォアグラさんの結論、高価な盗難防止グッズはあまり意味がない。そこまでの予算があるんならずっとライドなどの盗難保険に入りましょう。そしてバイクカバーをかけて車種を特定させないこと、安くてもいいのでワイヤーロックにプラスしてブレーキのロックを使いましょうということですね。いかがでしょう、納得いただけましたか。納得できたという方はぜひこの場でチャンネル登録よろしくお願いします。まあ人それぞれ考え方はあると思うんですが、これが多少なりともバイク屋で働いてきた自分の考えです。盗難の瞬間の動画や今紹介した盗難保険、安くて高品質な中華バイクカバーやブレーキロックなんかはこの動画の概要欄にリンクを貼っておきますんで、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。またバイクカバーの選び方について解説した動画はこの画面上部のリンクか動画の概要欄に貼っておきますんで、そちらからご覧になってください。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。